こんばんは、ベルベル人の佐々木です。本日もウェブスターに掲載する商品をご紹介させていただきます。これから紹介する商品が9月の24日夜の21時に掲載される商品となっております。サイズ状態金額等のお問い合わせはベルベル人ウェブスターの方までお願いいたします。詳しくは下の概要欄に貼ってありますのでご参照ください。まず最初にシャツからご紹介させていただきます。さあ、ビッグヤンクのデラックスタグですね。はい。黒シャンとなっております。で、あの、ストームカフスだったりガシャポケとのディティールはないんですが、ただ状態はすごいいいですね。目立ったダメージや汚れ等もないです。生地もまだパリパリしてますね。はい。で、サイズ表記あったとすると、16程度かなと思います。自分が全然ゆったりと着用できるサイズ感となっております。黒シャンを探しの方おすすめです。こちらでお値段が 49,800 円と消費税です。続いてベスト類ですね。はい、エディバウアーですね。バウアーダウンのタグがつきます。サイズ表記の方は欠損してしまっております。で、ボディは赤ベースで、じゃ、ボータロンが採用されております。はい。で、ボディ自体の状態も、ダウンもしっかり残ってて、はい。全体的に、多少の使用感はあるんですけど、コンディションはいいかなと思います。でサイズ表記があったとしたら S 程度かなと思います。自分だとちょっと小さいサイズ感となっております。この辺女性、おすすめです。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きまして、ノースフェイスですね。はい。じゃあ、チャタクがつきますね。USA 表記が入らない70年代頃の年代のものとなっております。で、サイズ表記がラージとなっております。で、ボディのカラーがブルーですね。はい。定番のカラーリングだと思います。で、バックがこういった感じですね。で状態としてはこちらに全体的にこういった感じで、汚れはちょっとある感じですね。まあ、ただダメージ等はそこまでないかなと思います。でサイズ表記ラージで自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きましてパタゴニアですね。はい。タグがこちらですね。で、サイズ表記がラージです。で、こちらレッドレックスのベストとなっております。はい。非常にいいですね、カラーリング。抹茶っぽいようなカラーしてますね。はい。で、フリースの状態も全然問題ないと思います。サイズ表記ラージで自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。リーディセットでご紹介させていただきます。じゃあ、まず最初にタグの方は欠損しまっております。で、ボディはホワイトに、こちらフロッキーが剥げてしまったプリントですかね。はい、3段入っております。で、バックの状態はこういった感じですね。まあ、状態としてはほんとこの辺に多少汚れがある程度で、白ボディのこの年代にしてはコンディションいい方かと思います。サイズ表記あったとしたらラージですかね。はい。自分がまだ着用できるサイズ感残っております。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。はい。こちらもタグの方は欠損してしまっております。で、こちら染み込みでアラスカとプリントが入ります。なかなかアラスカも少ないと思います。で、状態なんですけど、こういった感じでステッチのところだったり、ボディですね。多少ピンホールが何個かある状態となっております。ただ着用に支障が出るほどのダメージや汚れ等はないかなと思います。で、こちらサイズが結構残っていると思いますね。はい。表記で L 程度あったと思います。自分が全然着用できるサイズ感残っております。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。チャンピオンの叩きタグですね。60年代頃の個体かと思います。で、ジッパーの方はデカタロンが採用されております。で、こちらバックに、ね、ラバープリント2段入りますね。このひび割れした感じ、非常にかっこいいと思います。で、状態としましてはこういった感じですね。はい。ちょっと汚れ等はあるんですけど、まあ、そこまで着用しと出るほどのダメージと汚れはないかなと思います。で、サイズ表記がラージというところで自分がゆったりと着用できるサイズ感残っております。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてもパーカーですね。はい。じゃあタグの方は欠損してしまっております。で、こちらフルジップのパーカーの個体となっております。で、グレーのボディなんですけど、こういった感じで結構雰囲気系の個体にはなっております。はい。バックの状態は良好かと思います。で、こちら表記があったとしたら、ミディアムかラージ程度だと思います。まあ、自分が、竹はちょっと足りないんですけど、着用できるサイズ感は残っております。
こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きまして、パーカーですね。はい。こちら、ピルグリムのパーカーとなっております。で、サイズ表記がラージですね。で、こちら、状態も非常にいいと思います。紐もしっかり残ってて、で、バッグも、まあ、ダメージと汚れと非常に少ないですし、縮みも全然入ってないですね。で、リブが、ステッチの入らない、筒状のリブとなっております。で、こちら自分が合わせても、もうほんと大きく着用できます、ね。リバースウィーブで L 程度のサイズ感で着用できると思います。ほんとでかい便箋なかなか入ってこないので、お探しの方おすすめです。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。続きまして、リバースをご紹介させていただきます。本日結構な量のリバースあるんで、はい。楽しみにしててください。まず最初にこちらですね。シュータグのサイズ表記が X ラージですね。で、こちら。はい。ちょっと面白い作りのリバースになってますね。フロントにプリントで、ラバープリントで入っております。ただ肩にショルダーパッチがついていたりと、もうこちらもエルボーパッチとついてて、で、この目もちょっと若干いつもとは違うようなものになってますね。で、リブがだいぶ短めの作りとなってます。で、サイドにはハギが入らない個体となっております。はい。で、サイズ表記 XL というところで自分が全然ゆったりと着用できるサイズ感となっております。この辺のちょっと可愛い台のリバースを探しの方おすすめです。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続いてこちらですね。はい。その同じく刺繍タグのサイズ表記が XL となっております。で、グレーボディにアイオワ、いいですね、この。ラバーで、黒と黄色ですね、入っております。で、バックはこういった感じですね。はい。全体的にコンディション良好だと思います。で、サイズ表記 XL で自分がメガバットを着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。同じくシュータグのサイズ表記が XL です。で、こちらネイビーボディに白、ブルー、レッドの 3色でラバープリントが入っております。で、下にちっちゃくカレッジだけ白のラバープリントで入っておりますね。このプリントの入り方あんま見ないと思います。で、ボディの状態自体も非常にいいと思います。で、サイズ表記 XL で自分がメガバットを着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。はい。そのシュータグのサイズ表記が XL です。で、こちらグレーボディにラバープリントで3段大きく入ります。このプリントの状態からして、かなりコンディションいいこと伝わると思います。ただこちらバックも入る個体ですね。大体なんかバック入るときってフロントがワンポイントだったりするんですけど、こちら嬉しいポイントだと思います。状態非常にいいですね。で、サイズ表記 XL で自分が、はい、大きく着用できますね。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いても、リバースですね。はい。じゃあ、トリコタグのサイズ表記が WXL となっております。で、フロントに染み込みで AW と入ります。で、バックですね。はい。ウィリアムズ。非常にいいですね。紫の染み込みプリント。で、こちらもボディの状態非常にいいですね。はい。で、サイズ表記 WXL で自分がだいぶゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。はい。じゃあ、トリコタグのサイズ表記がラージです。で、ダブルフェイスの個体となっております。はい。いいですね、この。目つきの個体なんですけど、はい。結構だいぶ肉厚ですね。はい。他のなんかリバースと違って、ちょっとなんか、だいぶボリュームあるシルエットになりますね。まあ、ただ、洗濯するとマジで乾かないです。はい。それ以外完璧です。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続いてパーカー系ですね。はい。まず最初にこちらですね。じゃあ刺繍タグのサイズ表記が XL です。で、ネイビーボディの目なしのパーカーとなっております。やっぱ目なしだと雰囲気結構変わってくると思います。で、状態なんですけど、まあ、若干ですね、このなんかペンキ飛びだったりと、まあ、小穴等はあるんですけど、ただま、支障が出るほどのダメージ等はないと思います。でサイズ表記 XL で自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きましてもパーカーですね。はい。じゃあタグがこちら、シュータグのサイズ表記が L となっております。
で、こちら赤ボディの同じく目なしの個体となっております。はい。で、この赤が全体的にフェードしている雰囲気非常にいいですね。で、こちら、まさかのバックプリントありました。はい。めちゃめちゃいいと思います。なんかあんまないっすね。はい。めっちゃいいっすね。で、サイズ表記が L で自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。はい。これいいですね。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続いてもパーカー類ご紹介させていただきます。こちらサイズの方が WXL ですね。トリコタグの年代です。で、こちら大きめの字体で RGSU と入ります。こちらもプリントの状態非常にいいと思います。で、ボディもですね、フードの入り口だったり、ポケットのところもダメージはないですね。非常に状態はいいと思います。で、最初期 WXL で自分がだいぶ大きめに着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続いてもパーカーですね。はい。じゃタグの方がこちら刺繍タグですね。で、サイズ表記がラージです。で、こちら染み込みでだいぶ大きく A3 段プリントが入っております。で、紐も残っているのは嬉しいポイントだと思います。はい。で、こちらもボディの状態。非常にいいと思いますね。はい。言うことないと思います。サイズ表記 L で自分が気持ちゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。はい。続いてもパーカーですね。じゃあ刺繍タグのサイズ表記がラージです。で、こちら紫ですかね。染み込みのプリントが入りますね。非常にプリントかっこいいと思います。はい。で、バックは無地です。で、こちらも状態はいいと思いますね。着用感は多少ボディの質感的にはあるんですけど、ただ目立ったダメージや汚れ等はないです。で、サイズ表記ラージで、こちらも自分が気持ちゆったりと着用できるいいサイズ感となっております。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。続いて最後、スペシャルですね。はい。こちら、叩きタグの年代のものとなっております。で、サイズ表記がラージです。で、ハトメの方がちょっと片方欠損してしまっているんですけど、この年代特有のこの小さいハトメがついております。しっかり紐も残ってますね。で、フロントに染み込みで3段入ります。はい、非常にいいですね。このボディのオートミールの感じも非常に、やっぱり叩きタグ特有のいい雰囲気が出てると思います。で、バックはこういった感じですね。ところどころ細かい汚れだったりはあるんですけど、ただまあ着用に支障が出るほどのダメージはそこまでないかなと思います。で、サイズ表記ラージで、自分がだいぶゆったりと、はい、全然着用できるサイズ感となっております。まあ、どんどん球数少なくなっていく一方だと思うので、お探しの方おすすめです。こちらでお値段が 98,000 円と消費税です。続きまして、ジャケット類をご紹介させていただきます。まず最初にこちらですね、バースティジャケット。タグの方なんですけど、こちらですね。はい。で、サイズ表記が42となっております。で、ちょっとさっき発見したんですけど、これポッケの中に、このチェーンステッチ入ってんの、なんかちょっとオシャレですよね。はい。で、こちら、グレーボディ、グレーのウールにレザーとなっております。で、ワッペン等もしっかり完品で残っていませんね。こちらちょっと4番だけ欠損してしまっております。はい。まあ、全然問題ないと思います。で、バックは無地ですね。で、この虫食い等1点あるんですけど、その他、レザーもコンディション非常にいいと思います。で、サイズ表記42というところで、自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。はい。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きまして、はい、こちらですね。タグが、こちらのタグが付きます。で、サイズ表記が L となっております。で、こちら、ワッペンが、すごいいっぱいついてますね。袖にも、まんべんなくついております。もうほんとこのワッペンだけでだいぶいいデザインだと思いますね。はい。でこの黒のなんか無地系の、これ襟がつく、リブがつくコーチジャケット出てくるんですけど、こんな感じでだいぶ装飾したのあんま出てこないと思います。でサイズ表記 L で自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続いてこちらですね。はい。タグが、こちらのタグがつきます。でサイズ表記がこちらですね。ミディアムとなっております。で、黒ベースに
で、こういった感じで、グレーのラインですかね。はい。非常にシンプルなんですけど、だいぶ、なんか今っぽいデザインかなと思います。はい。で、ダウンもしっかり残っております。でサイズ表記ミディアムのところで、自分がジャスト目ですね。いい感じのサイズ感で着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続いて、ノースフェイスですね。はい。じゃタグが、タグがこちらですね。はい。黒タグの年代となっております。で、サイズ表記がミディアムです。で、ゴアテックスだとデナリと合体できるような作りのものが多いんですけど、こちらも一つで完成するタイプのやつですね。だいぶこういった感じでこのガチャガチャしてる雰囲気好きな方多いと思いますね。はい。この黒とグレーの配色非常にかっこいいと思います。で、バックはこういった感じですね。はい。でサイズ表記がミディアムなんですけど、全然自分が大きめに着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きまして、パタゴニアですね。はい。こちら、レギュレーターのタグが付きます。で、サイズ表記が XL となっております。で、こちらも触ったらちょっとわかると思うんですけど、だいぶコンディションいいですね。はい。本当にピンピンのコンディションだと思います。でサイズ表記ラージで XL で自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてもパタゴニアですね。タグがこちらのタグが付きます。でサイズ表記がラージですね。でパタゴニアだったらフリースが定番なんですけど、こちらダウンの個体となっております。はい。ダウンもしっかり残ってて、で全体的にコンディションも非常にいいと思います。でサイズ表記ラージで自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続いてこちらですね。はい。タグがこちらにつきますね。はい。でサイズ表記が L となっております。はい。こちらも先ほどと同様ダウンの個体となっております。で、カラーリングが緑とカーキですかね。深めのカーキの配色となっております。で、こちらも全体的にコンディション非常にいい個体かなと思います。で、サイズ表記 L で自分がゆったりと、だいぶゆったりと着用できますね。サイズ感 XL 以上あるようなサイズ感となっております。こちらでお値段の方が 25,800 円と消費税です。続いてこちらですね。はい。ノースフェイスです。こちら、チャタグの年代となっております。で、サイズ表記がスモールですね。はい。で、こちら出てくるとき、だいたいこのフード、欠損している個体が多いんですけど、こちら、完品の個体となっております。で、状態自体も非常にいいですね。はい。ダウンもしっかり残ってて、で、シェル部分も全然ダメージ等も少ないと思います。はい。で、サイズ表記スモールで、自分が、ジャストぐらいなサイズ感ですかね。はい。この辺女性でもおすすめだと思います。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。ヴィンテージのムートンジャケットですね。タグの方がこちらです。こちらのタグが付きます。はい。でムートン自体の状態全体的に非常にいいと思います。裏の毛皮もまだふかふかですね。そこまで水が通っていない個体かと思います。でバックはこういった感じですね。こういった感じスリットが入ってたりして、着やすさもあると思います。サイズ表記があったとしたら L ぐらいかなと思います。自分が程よくゆったり着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続いてこちらですね。はい。だいぶ珍しいと思います。こちらラルフローレンなんですけど、フランス製の個体となっております。でサイズ表記が46となっております。で最初の状態なんですけど、こちらですね、第2ボタンのスナップがちょっと壊れてしまっているコンディションとなっております。それ以外のスナップボタンはしっかりと開閉はします。で状態としては、こういった感じで着用感や使用感等は全体的にはあるんですけど、ただ着用に支障が出るほどのダメージだったりは全然ないと思います。でサイズ表記46なので自分がだいぶゆったりと着用できるサイズ感となっております。この辺の変わり種のラルフローレン探しの方おすすめです。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。
続きましてこちらですね。はい。タグがこちらのタグがつきます。プロカントリーですね。いいですね。で、サイズ表記がミディアムとなっております。で、こちら、ボディがスウェードとなっておりますね。はい。抹茶、グリーンですかね。深めのグリーンのスウェードの生地となっております。まあ、ほんと、持ってる感じもすごい重くて、生地も非常にしっかりしてると思います。はい。で、こちら裏地の方がですね、このグリーンのチェックのネル張りとなっております。で、サイズ表記ミディアムなんですけど、自分が全然ゆったりと着用できるサイズ感となっております。この辺ほんとデザイン性効いててかっこいいと思います。はい。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。最初にサービスシューズ1点ご紹介させていただきます。こちら US ネイビーのサービスシューズとなっております。で、こちら72年会計の個体となっております。ちょっと見えづらいですかね。はい。で、サイズ表記の方が9となっております。で、こちらも伝わるかと思うんですけど、だいぶ黒光りしてますね。状態かなりいいと思います。はい。で、ソールもですね、全然すり減りがそこまでないと思います。まだまだ全然履いていただけるコンディションですね。こちらでお値段の方が 12,800 円と消費税です。続いてパンツ類ご紹介させていただきます。まず最初に501となっております。USA 製の個体ですね。で、パッチ表記の方がウエスト34、レングス31となっております。で、赤タブがレジスターの個体となっております。で、こちらも全体的に結構色落ちはしてるんですけど、ただいい色落ちの仕方はしてると思います。膝の部分がちょっとパンクしてしまってますね。はい。で、しっかりレングスの方はオリジナルの個体となっております。はい。で、こちら実寸の方でウエストが32インチ、レングスが28インチとなっております。まあ、サイズハマる方の多い、需要の多いサイズ感だと思います。こちらでお値段の方が 12,800 円と消費税です。はい。続いても同じく501ですね。はい。で、こちらも USA 製の個体で、ウエスト36、レングス34となっております。で、赤タブしっかり残っておりますね。で、こちらだいぶ、はい、鬼ひげって感じで、非常にいい落ちしていると思います。で、こちらも状態としても、目立ったようなダメージだったりはないかなと思いますね。バックもしっかり蜂の巣出てると思います。で、レングスはしっかりオリジナルの個体ですね。で、こちら実寸の方でウエストが35インチ、レングスが32インチとなっております。まあ、サイズハマる方おすすめですね。まあ、この辺大きめに履いてロールアップして履いてもいい雰囲気出ると思います。こちらでお値段の方が 15,800 円と消費税です。続いてヴィンテージを1本ご紹介させていただきます。こちら501の、はい、バッグですね。ポケット裏がシングルステッチとなっております。66シングルの年代のものとなっております。表記の方がウエスト38インチ、レングス32インチです。で、スモールイン赤タブしっかり残っております。で、こちらボタン裏なんですけど、この向きですね。はい、6番となっております。で、状態としましては、まず股下なんですけど、まあ、こういった感じでちょっとスレ等はあるんですけど、ただ全然履いていただけるコンディションかと思います。で、レングスの方もですね、しっかり当たりが出てるオリジナルレングスとなっております。まあ、当然耳付きのですね。はい。で、色は全体的に落ちてはいるんですけど、ただまあ綺麗に落ちてる個体かなと思います。で、こちら実寸の方でウエストが35インチ、レングスが29インチですね。はい。こちらもだいぶ需要の高いサイズ感かと思います。はい。まあ、この辺ほんと冬物のアイテムと結構相性いいアイスブルーなカラーでいいと思います。はい。こちらでお値段が 49,800 円と消費税です。はい。続いて、はい。ジャケット類ご紹介させていただきます。まず最初にこちらですね。タグが、こちらのタグがつきます。で、サイズ表記が48ですね。はい。で、80年代頃の FFA ジャケットですね。はい。で、状態なんですけど、こちらですね。1点、大きめのダメージがございます。ただ、それ以外はそこまで目立ったダメージや汚れ等はないかなと思います。サイズ表記48、かなり大きいですね。自分がだいぶゆったりと肩を落として着用できるサイズ感となっております。この辺お探しの方おすすめです。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。で、こちらですね。はい。A2 デッキですね。サイズ表記がラージとなっております。で、こちら71年会計の個体となっております。はい。で、全体的にこちらコンディション非常にいいと思います。ミリタリー特有の汚れだったりダメージ等が全然ない個体だと思いますね。で、うっすらなんですけど、ステンシルが残っております。はい。で、サイズ表記ラージというところで、自分が
はい、一体と着用できるいいサイズ感となっております。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きまして M65 ですね。はい、タグの方がちょっと欠損してしまっている個体となっております。はい、さらこちら、はい、エポレットがつかないファーストのタイプとなっております。当然ブラスではなくアルミジップが採用されておりますね。で、こちらワッペン等は剥がれてはいるんですけど、こちらもそこまで目立ったダメージや汚れ等は少ない個体かなと思います。はい、サイズ表記あったとしたらラージロングですかね。結構大きめの作りとなっております。ファーストエポレットがつかないだけでだいぶいい雰囲気が出ると思います。お探しの方おすすめです。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続いて、はい、こちらですね、2位のストームライダーですね。で、サイズ表記の方なんですけど、こちらですね、ちょっと欠損してしまっている状態となっております。はい、で、こちらレジスターマークに MR が入る、まあ、70年代頃の年代の個体となっております。はい、で、全体的に非常に状態はいいと思いますね。目立ったダメージや汚れ等少ないと思います。サイズ表記あったとしたら44ぐらいですかね。結構大きめですね。自分がだいぶゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続いてこちらですね、はい、B の 91J ですね。はい、で、サイズ表記の方が40となっております。で、こちら全体的に、まだ色は結構残ってる個体かなと思います。で、しっかりピスも残っております。はい。で、状態なんですけど、こういった感じで、ペンキ飛び等はあるんですけど、ただいい雰囲気出てると思います。で、肩にこちら一箇所ワッペンがついております。はい。で、バックはこういった感じですね。はい。で、サイズ表記が40というところで、自分が程よくゆったり着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 49,800円と消費税です。続いて、はい、こちらですね。はい、Lee の 101LJ ですね。まず、はい、タグの方は欠損しまっているんですけど、こちらブランケットに青の配色が入る50年代頃の個体となっております。しっかりこちら胸元の質も残っております。はい、で、こちらも全体的に非常にいい色だと思います。で、ペンキ等のこういった雰囲気はあるんですが、ただ袖ですね、このうっすらと蜂の巣が出てきている雰囲気、非常にいいと思います。若干この袖の入り口の部分にスレ等はあるんですが、ただボディ自体にはそこまでダメージはないと思います。サイズ表記があったとしたら、42から44ぐらいかなと思います。自分が全然ゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 49,800円と消費税です。続いてリーバイスですね。最初にこちら、70417ですね。で、サイズ表記がラージとなっております。で、こちら、表地がブラックデニムに、裏地が、はい、赤黒のブロックチェックのネルバリの個体となっております。で、しっかり赤タブも残っておりますね。年代は気持ち浅めのものなんですけど、ただ、その分状態は非常にいいと思います。四つポケ懸念される方多いと思うんですけど、ただ、実際着てみるとだいぶ使い勝手はいいと思います。で、サイズ表記ラージというところで、自分が全然ゆったりと着用できるサイズ感となっております。はい。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きまして、70505ですね。はい。パッチの方が、インジンの方は読み取れないコンディションとなっております。ただしっかり赤タブですね。はい。こちらビッグEの年代のものとなっております。はい。で、全体的に色もだいぶ濃いですね。8割程度は残っていると思います。バックはこういった感じですね。で、状態としましてもですね、襟も全然ダメージは来てないです。で、この入り口だったり等もそこまで擦れが出ていなくて全然コンディションはいいと思います。で、こちら実寸で38程度だと思います。自分が T シャツの上でジャストぐらいなサイズ感となっております。まあ、色濃いめの70505ビッグEを探しの方おすすめです。こちらでお値段が 59,800円と消費税です。はい。最後にスペシャルですね。はい。507WX です。通称セカンドと言われる個体ですね。で、こちらパッチの方なんですけど、綺麗に欠損してしまっている状態です。で、ただこちらですね。はい。片面の年代のセカンドとなっております。
しっかり食べ物残っているのは嬉しいポイントだと思います。で、状態としましては、襟元ですね。はい。じゃ、若干ですね。若干裂けてしまっているコンディションとなっております。ただ、それ以外のコンディションとしましては、そこまで目立ったダメージや汚れ等はないかと思います。で、袖ですね。このうっすらと蜂の巣が出てきている雰囲気、非常にいいと思います。はい。で、バックはこういった感じですね。で、こちらサイズなんですけど、実寸で36から38程度かと思います。まあ、自分が T シャツの上から羽織って、ジャストで着れるサイズ感となっております。まあ、この非常に雰囲気のいい片面のセカンドお探しの方おすすめです。こちらでお値段の方が39万8000円と消費税です。はい、続いてですね、週末のウェブスペシャルをご紹介させていただきます。今から紹介する5点の方が日曜日掲載のものとなって、日曜日の夜21時に掲載される商品となっております。まず最初に便製からですね。はい。じゃあチャンピオンのランタグが付く年代のものとなっております。で、サイズ表記がラージとなっております。で、こちら白ボディにエフロントに、エフロキープリントに3段入りますね。はい。若干ですね、このプリントのハゲ等はあるんですが、ハゲじゃないですね、これ。ハゲか。ハゲ等はあるんですけど、はい。その他のコンディションはいいと思います。で、バックですね。落書きが施されております。非常にいいですね。まあ、実質両面プリントみたいな感じだと思います。で、サイズ表記ラージで自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段の方が 15,800 円の 20% オフとなっております。続きまして、はい。フティーグですね。じゃ、サイズ表記の方がミディアムレギュラーとなっております。はい。で、こちら肩にですね、エポレットでバックですね。腰にアジャスターがつくセカンドの年代の個体となっております。非常に雰囲気いいと思います。色ワッペン等はつかずに、こちらですね、1点ステンシルが入っております。はい。まあ、着用感はあるんですけど、ただ全然ダメージ等はないと思います。で、サイズ表記がミディアムレギュラーで自分が一体と着用できるいいサイズ感となっております。こちらでお値段の方が 29,800 円の 20% オフとなっております。続いてですね。はい。じゃあタグの方は欠損してしまっていますが、60年代頃のループカラーのシャツとなっております。で、グレーベースに水色と白のチェックが入っております。はい。この若干フェードしてる雰囲気、非常にかっこいいと思います。で、サイズ表記があったとしたら、こちら16ハーフ程度ありそうですね。自分がだいぶゆったりと着用できるサイズ感となっております。こちらで9800円の 20% オフとなっております。続きましてこちらですね。USFA のカレットコートとなっております。タグの方がこちらですね。はい。サイズの方がミディアムラージとなっております。で、フロントのジッパーがエスコービルジップが採用されております。で、しっかりフードの方のジップもですね、こちら完品で残っております。で、サイズ表記ミディアムロングというところ、ミディアムラージというところで自分が全然ゆったりと着用できるサイズ感が残っております。こちらの方でお値段が 29,800 円の 20% オフです。続きましてこちらですね。はい。ラルフローレンですね。で、サイズ表記がラージとなっております。で、こちらサファリジャケットのような作りになっております。ただボディですね、ダックっぽいような素材、ダック、キャンパスに近い素材となっております。で、こういった感じで、もうほんと収納盛りだくさんですね。バックもこういった感じです。はい。ほんとラルフローレンらしい作りですね。で、サイズ表記ラージというところなんですけど、着丈がそこまで長すぎないで、今ちょうどいい感じのシルエットになっていると思います。はい、おすすめです。で、デザイン性効いててかっこいいアイテムだと思います。こちらでお値段の方が 19,800 円の 20% オフです。本日の商品紹介は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。遊歩道ですね、周年の方が明日、明後日も開催しておりますので、まだ足を運びでない方はぜひおすすめです。いい商品がまだまだあるので、ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。